Platinum Bridge。ことがあるから夢追い人も罹患の術装にまとわりつかれたの？そんなのありえないでしょ。二人とも体は大丈夫？しばらくは大丈夫だと思うけど、本当に何があったとしてもそれはうちのことだし、あんたたちは心配しなくていいから。それでこれは一体どうして？あの影たちに接触したせいなら琥珀街の住人たちは似たような状況にあってないよね。だってあそこには回収という方法があるから、祟り物になる前に衣食住に必要なものになるから、おのずと何の心配もなくなるんだ。だから回収ってあんなに重要なんだね。まさか回収がなかったら餓死しなくても怪物に噛み殺されるの？その通りだよ。でも今はどういう、私の記憶が正しければあの宝器がないと少爵は回収を行えないはずだよね。ちょっとした小細工を使ったんだよ。罹患の術装は消えてない。うちの影に隠されてるだけなんだ。前に話した通り、これは時間稼ぎでしかない。器具を取り戻さなければうちらは一緒にあの世に飛ぶことになるよ。どうやら終末のアンカーを起動させることが今の最優先。待って、少爵、もし私たちが確実に成し遂げられたら、この体に現れた現象ってまさか。うむ、あんたが心配してる通りさ。世界が再びつながったら桜花も災いから逃げられない可能性がある。じゃあどうして、そういうことだったんだね。おや？理解したんだ。通路を出現させようとするあんたたちを止めると、あんたは早死にするし、うちも隠しすることになる。一歩引いて考えると、うちらが死んでも、罹患の術装がここで終わるとは言えない。逆に通路を出現させることで、この切迫した事態を処理できるだけじゃなく、他の術を呼び覚まして、100年前のことを繰り返せば両方の平和を取り戻せる。難しいことじゃないだろ。はあ、言うならうちが悪かったんだ。まさかドニグルがとっくに通路を出現させてたなんて。あいつは桜花を見つけられずずっと海に出入りしてたから、当時は特に騒ぎにならなかったけど。でも言ってたよね、世界を再びつなげる方法があったとしても、そのせいで桜花が大きなリスクを背負う可能性があるって。ひとまず、親切姉さんたちと交流しよう。今の事態は多分、私たちが勝手に決めていいものじゃないと思う。あ、少し待ってて。その前に、こっちの処理もしておかなきゃ。晴れた日は、たまにお日様とおしゃべりしたくなるね。
雨が止んだら。ゆっくり研究する時間がなくて残念だよ。変わった場所に行ってみたいってたまに思うけど。出発！外の世界にとって世界の泡は一つの盆景なのかな。あれ、週末のアンカーが。厄介なことになったんだ。え、どうしてコラリーも？どっちもすごい情報をつかめたみたいだね。ここはお互いの情報を共有しておこうか。ちょっと待って、自分と性格が真逆な人と口を揃えて同じことを言ってしまって、まだ落ち込んでるから。え、それなら私が代わりに情報を共有しようか。やめて。そういうことなんだ。夢追い人はどっちでもいいけど、今は桜花まで。どっちでもいい？ああ、あなたにとってこれは難題じゃないって信じてるからだよ。私自身の老朽の旅は、しばらく延期せざるを得ないみたいだけど、100年前から来て、影から生まれた呪い。それが桜花に侵入してきた可能性があるなら、研究所のメンバーを総動員して、より多くの準備をしなきゃ。夢追い人は、ひとまず課題をクリアして。だって、みんなの話によると、すでに根本的な原因をつかめたんでしょ？伝説の術以外に、目下の事態を解決できる人はいないみたいだし。あなたが見つけた課題なんだから、自分で解決して、罹患の術相とやらが、桜花で暴れないことを前提にして。二つの世界のつながりを安定させるか、もう一度切断するか、あるいは、この難題を解決できる他の方法を見つけるとか。もちろん、そんなに緊張する必要はないよ。もしかしたら、私が先にうっかりと解決しちゃうかもしれないしね。じゃあ、私たちも急いで出発しなきゃ。まずはメンバーと計画を確認した方がいいんじゃない？夢追い人、あなたは人を傷つける話をするんだね。私たちまだ老朽をちゃんと見て回ってないでしょ。サボる人がいるとでも思ってるの？そうだよね、ヘリア、少女くん。問題ないよ。さすがにあんたたちを無視して単独で地球と連絡する方法を探すわけにもいかないし。うちは暇な方がいいけど、季語を取り戻した以上、罹患の術相が本当に桜花に来たとしてもなんとかなると思う。でも、あんな日々をあんたたちに強要するわけにはいかない。うちらはいろいろ苦労してきたわけだし。そう言うと思ったよ。じゃあ待って、どうして私に聞かないの？名義上私がヘリアの部下だから。うん、ただその必要がないって思っただけだよ。コラリーはいつも冷たい顔で厳しいことを言うけど、結局最後は手伝ってくれるでしょ。私をそんな風にまとめないで、古臭い人みたい。でも別の星に律者の権能に近いものが存在する以上、確かに私たちには事実を考察し明らかにする必要がある。ほら、言ったでしょ。セナ。さて、みんなの意見が一致したみたいだね。じゃあ、いい知らせを待ってるよ。例えば、将を陰と欲すれば、まず馬を伊予というように。まずはそのドニグルを捕まえるのはどう？
週の宿題はまだ提出してなかったっけ。息抜きっと。セナディア、必ず任務をクリアするよ。崩壊エネルギー反応があるから気をつけて。張り切って、これは私のパルスだよ。くらえ、一緒に戦おう相棒。お待たせセナ。くらえ、せい、やっ、はっはっ、それ頭を、やーっ、こっち。私の番。ほっ。行動可能。任せて。ほい。
全開。当たれ。あなたに決めた。一緒に行こう。はあ。バタ。そう。ほほ。私に任せて。エリア、目標位置に到着。はい、気に入ってくれるよ。もう間に合わないよ。言いたくない、本当に。はっ、ふん、やー。やっほー。いつでもここで目標録音。こっち頼む。目標位置に到着。行こう。さて、少し休憩しようか。私に任せて。やあ、会社の前で知らない顔を見るのは久しぶりだよ。やあ、会社の前で知らない顔を見るのは、うん、また私と絶妙な発明を思いついたけど、髪が小さすぎて全部メモできない。外の世界にとって三意志異国に向こう、うん、その次は何だったっけ。
外の世界にとって世界の泡は一つの盆景なのかな。うん、少しブラブラしよう。目標位置に到着。任せて。連携作戦の時間だ。一緒に行こう。遠慮はいらない。逃げられないよ。空中リレー。はっ、よいしょ。あれ、はっ、よっ、ふっ、せい、よっ、ふっ、止まれ。動かない。来た。もう休もう。できればずっと休んでたい。
どこに行く？私以外にもっとぴったりな人はいないの？私以外にもっとぴったりな人はいないの？でも適度に散財しな。私以外にもっとぴったりな人。風も近くの一部だね。私だけ
よく野良猫にスリスリされるみたい。理由はわからないけど。息抜きっと。泳ぐ風も視覚の一部だね。どこに行こうかな。少しブラブラしよう。変わった場所に行ってみたいってたまに思うけど、宿題。
私だけよく野良猫にスリスリされるみたい。理由はわからないけど。外の世界にとって今週の宿題はまだ提出してなかったっけ。スリスリされるみたい。理由はわからないけど。うん、少しブラブラしよう。私はただの学生だから、彼らのような力は持ち合わせていない。特に用事はないし、地球の言葉を勉強しよう。まずは単語を暗記して。どこに行くの？この装いで大丈夫？私をどうしたいの、館長。私をどうし、この服は過去を思い出します、はあ、こんなに素敵なドレス、私に似合う。みんな同じバトルスーツですね。この服は過去を思い出します。もう少しサボりたいの。ゼーレもみんなと一緒に戦いたいです。